熊が指定管理鳥獣になると管理の強化、指定管理鳥獣としての指定は熊の生息管理や被害防止のための取り組みを強化を意味します。地域によっては捕獲や駆除が容易になる可能性、人間との共存策の推進、熊の生息数の調整だけでなく人間と熊が共存するための取り組みも重視されます。熊に対する住民の啓発活動や熊が人里に降りてこないような環境整備が含まれます。地域ごとの対策の差、指定管理鳥獣に指定されると地域によって異なる熊の生息状況に応じた具体的な対策が講じられます。より効果的な被害防止が期待、科学的な調査研究の推進、熊の正確な生息数や生態に関する調査研究が促進されることが期待されます。熊の保護と人間との共存に関する知見が深まります。被害防止対策の支援、指定管理鳥獣となると熊による被害を防ぐための支援が充実する可能性があります。電気柵の設置支援や熊対策のための補助金の提供などが含まれる。これらの変化は熊と人間がより良い関係を築くためのステップとなることを目指しています。